はい、どうもこんにちは。連日工作です。今日もやっていきましょう。今日はですね、修理ですね。工場で壊れたこのマキタのインパクトドライバー TD170D という機種になります。結構こうハイエンド機種やったみたいで、いろんな機能ついてるんですが、ビクともしなくなったので今直しています。最初はご存知マーキングですね。工業用マーカーを使ってマーキングしてます。自分なりにね、こう色を変えておくといいかなと思います。結構ね、私の場合10色ぐらい持ってるので、まあ、自由に選んでいきます。で、分解ですね。標準ドライバーで分解していきます。で、割るときこのバックカバーを先に取る必要があります。それからこう割っていきます。で、割っていくんですが、で、中をこう見るときにまずやらないといけないのが写真に撮ることですね。このままこうバコって撮ってしまうと、後から配線が本当に訳がわからなくなるので、この状態で写真をまず撮っておくということが大事になります。今だとね、スマートフォンがあってめちゃくちゃ便利なんで撮っておきます。結構ね、手ぶれする場合は何回か撮っておくといいと思います。その後このまたマーキングですね。内部の血栓とかですね、コネクタとかビス周り、まあ、全部マーキングしておくと便利かなと思います。で、いよいよ外しにかかります。かなりね、汚れてますね。はい、私の会社はこういう電動工具を地元の機械商社さんで買ってるんですけれども、そうするといろんな情報を教えてくれまして、どうやらこのコントローラーが悪いんじゃないかということで、このコントローラーを交換しています。細ドライバーナンバーワンの方で外していきます。この緑色のちっちゃな基板が映ってるのがコントローラーになりますね。で、ちょっと電圧を測ってみて、まあわよくばですね、このコントローラーを直せんかなと思っていろいろやってみました。根元の方は 18V きちっと出てるので、配線の途中まではちゃんと来てるってことが分かったんですが、その後ちょっと分からなかったですね。で、写真撮った配線図になります。これ後で使えますので、まあ、直すときは止めてみていただければなと思います。で、ここからですね、外していきます。もうとにかくマーキングして外すの繰り返しになろうかと思います。で、プロのこう工事現場等々行くとですね、大体マキタか Hikoki、たまに強制はかなっていうところなんですけど、やっぱりこうそもそも長持ちするっていうところと、あと部品の販売をしてくれるっていうところで、まあ、大変こう助かってるっていうのと、まあ、プロユースだなっていうところですね。うちはですね、もうバッテリーがもうマキタなので、マキタで揃えてます。工場の電動工具は全てマキタの 18V に揃えて運用しております。で、組み付けですね。コネクタがあるんですけども、その辺は線を引っ張って取らないようにすることが重要だと思います。コネクタの端子部を持って引っ張るっていうのは、まあ、そのためのコネクタだと思うので、で、接点はですね、このマイナスドライバーで突起部を押さえて外していくと簡単に取ることができます。こうして取っていきます。3箇所ですね、プラスマイナス、それからアースになっております。はい、このスプレーがですね、接点復活スプレーをかけております。まあ、ちょっとオイルっぽい感じなのでちょうどいいかなと思います。で、ここに接点を戻すような形でプラスアースマイナスというような形で戻していっております。これもね、分からなくなってしまうので、マーキングしといた方がいいと思いますね。で、ちょっとですね、つないで、ちょっと危ないですけど、一旦つないで動作を見てみます。か、これで動くんでしょうか。で、スイッチを押すと動いたので、まあ、これでいいだろうというふうに判断します。で、もう一個がこうスイッチがよく壊れるんで、まあ、スイッチかコントローラーっていうところを疑うといいのかなというふうに思います。内部清掃しながら組み付けをしていきます。で、血栓もわけわからなくなるので、最初の写真を参考に組み付けをしていきます。この LED のライトは
本体の下側をくぐってますので、この辺り要注意かなと思います。で、配線は先ほどの図を見ていただければですね、再現していただければと思います。でカバーを合わせてドライバーで組み付けていくという形ですね。もうここまで来れば、まあ、ゴールもうすぐです。これで実際動くんでしょうか。バックカバー取り付けてバッテリーをはめていきます。さあ、ここから動作確認です。無事元気よく動いております。この後ですね、ボタンをチェックしてます。ちょっとね、軸ブレが気になりますが、まあまあそれはしょうがないです。ボタンも問題なく操作しています。やっぱりこう日本製の電動工具っていうのは素晴らしいですね。今回もご覧いただきましてありがとうございました。また次回ですね、おそらく FRP の樹脂、エポキシポリエステル樹脂系の動画をいよいよ出せると思いますので、ぜひ皆様楽しみにお待ちください。またいつもチャンネル登録、いいねボタン、コメント、いつもありがとうございます。大変楽しみにしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。